皆さん、こんにちは。追っかけ情報局の小藤ですえ。本日は6月17、18日に開催されたスカイハイアリーナツアーボスラム大阪2公演の感想をお届けしたいと思います。私が、えー、東京2公演に続いての参加だったので、この東京公演との違いも踏まえながらお話しできればと思います。えっとですね、東京公演との違いを話す上で、 席の構成だったり、一部演出、ゲストには触れてしまうのと、今回どうしても個人的に印象に残った2つのパフォーマンスに触れたくて、そちらの概要に関してはお伝えすることになってしまうので、ご,ご了承いただければと思いますと。その他に関しては、セトリだったりのネタバレはなしでお伝えします。いやまず、ボスダム、大阪公演参戦された方、 コメントでもいただいてたと思うんですが、皆さんお疲れ様でした。えっと、東京公演参加された方も本当に楽しかった様子が伝わってきてありがとうございます。まあ、これから配信を見るっていう方も本当に楽しみですよね。えっと、私はですね、東京公演に参加した時に、本当に体がバッキバキになったので、結構公演後にあの筋トレだったりを始めまして、 ちょっと準備を進めてきたんですけど、いや、案の定ですね、2日間楽しすぎて、バッキバキになりました。いや、なので今日はゆっくりしてます。まあ、筋肉痛が若干マシかなっていうぐらいですね。1日目でも限界を感じて、翌朝、2日目の朝にマッサージに行ったんですけど、これ皆さんどうされてるんですかねなんか、 毎回私バキバキになってるんですけど変なんですかね <laughs> なんかこう自分の、まあ、可能性というかできる範囲っていうのを超えて動いちゃっているのではないかということに最近ようやく気づき始めましたまあ本当にこれは余談なんですが本当にこういう自分のできる範囲っていうのも超えて動いてしまうほど 大阪公演もめちゃくちゃ熱くてエキサイティングでした。で、と、今回のその東京公演との違いっていうところなんですが、私大阪城ホール初めて入って、初めて入った瞬間に近いって感じました。まずステージ構成が、東京に引き続きメインステージ、花道、センターステージがあったんですが、花道の距離も 見た感じ、東京の3分の2かそれ未満しかなかったんじゃないかなって思います。こう全体的に代々木体育館と比べてギュッとした感じで、よりステージとの距離が近いような印象を受けました。で、えっと、私が1日目がスタンド席、2日目が、えっと、アリーナ席で、どちらもこうメインのステージよりセンターステージの方が見える位置。 だったんですが割と今回後ろの方の席スタンド席でも結構見やすい会場だったんじゃないかなと思っていますキャパシティは大阪城ホールの方が大きいっていうのをネットで見るんですが会場の形の問題なんですかね えっと、トークに関しては、まあ、今回もほんと終始リラックスしたような印象を受けたんですが、やっぱり大阪公演との違いは、スカイハイの大阪弁が炸裂していたところかなと思います。大阪弁風をトークに織り混ぜながらリラックスした様子で話しているのが、すごく私は印象に残りました。 あとは会場の雰囲気のところであの以前東京公演の時に1日目に笑えない冗談があったっていう話をさせていただいたんですがこの笑えない冗談がなんと大阪2日目で復活しておりましたとですね一日目大阪1日目にこの東京で会場が凍りついた冗談っていうのはなかったのでちょっと安心してたんですが えっと、まさかの大阪二 <laughs> 日目で油断していたらありました。ただ、東京公演の時に結構その会場が凍りついたっていうのとは違って、よりなんかこう、ざわざわっていう方が多かったかなと思います。まあ、来ている方も、まあ、そういう演出があるっていうのをもしかしたらどこかで見かけて心の準備をしていたのかなとも思うんですが、こう、 何て言うんでしょう、悲鳴凍りつくっていうよりも、えー、なんでみたいな <laughs> ファンの方が多くって、会場でこう冗談としてちゃんと成立していたなっていうのが、私はちょっとこう、ほっとした部分ではあります。なので、まあ、今回に関しては、4回目なので分かってるっていうのもあったんですが、ちゃんと次の曲、乗れました。いや、ありがとうございますという気持ちでいっぱいです。 でとパフォーマンスの違いに関しては、まあ、細かい尺が違ったりっていうのは感じたんですが、まあ、大きな違いは、まあ、ゲストかなと思っていて、まあ、今回に関してはアイル・ザ・ショータさんがいらっしゃっていましたでとこちらが実は個人的に忘れられないパフォーマンス2つのうちの1つなんですがアイル・ザ・ショータさんと2人でタイガースタイルを熱唱していましたね なんかその、なんて言うんですかね、二人でこう、本来4人で歌うものを二人で歌いこなしていて、なんかこう、二、まあ、人で歌い切る体力にまずすごいなと思ったんですが、こういうライブでしか見られないパフォーマンスっていうのがあるのも、スカイハイのライブの魅力の大きな魅力の一つだなっていうふうに改めて感じました。そして、 えっと、二つ目の印象に残ったパフォーマンスなんですが、実はこれは、えっと、センターステージのケンスケさんとの演出でした。これ、また見えないものが見れたっていうふうに私は感じたんですが、今回、大阪の1日目で初めて気づいた演出です。これが、えっと、 ですね。モニターがセンターステージからこう降りてきて、その中でまけんすさんが一人残ってスカイハイとこうの動きと連動したようなダンスをするんですが、なんかこう息を呑むってこういうことを言うんだなっていう風に感じた演出だったんですね。こう畳みかけてくる演出に本当にこれ物の例えとかじゃなくて。 物理的に涙が出ましたなんかこう私は友人とその時参加していて友人に感想を共有したいけれどももうその暇も与えないくらい畳みかけてくる演出でライブが終わった後にその友人にも話したんですが「もう彼女も,もう圧倒されて動けなかった」っていうふうに言っていました。 いやー、私、これ本当に実はこの4公演の中で一番心に残ったパフォーマンスでした。で、えっと、もう発表されたんですが、7月1日の20時から全世界配信がこの東京公演ですね。5月27東京公演分の全世界配信がスタートするというお知らせがあったんですが、 私は、えっと、今まで参加できたライブの配信は、なるべく見るのをこう我慢してたんですね。まあその分、その参加できなかったライブのパフォーマンスの配信を見るっていうふうにしてたんですが、ちょっとこのケンスケさんとの演出がすごすぎて、ちょっとですね、これは私のマイルールが変更になります。はい。 やっぱり今回その大阪1日目のスタンド席で初めてやっと気づいた演出だったんですね。もしかしたら皆さんも全然気づいてたのかもしれないんですが私はその時初めて気づいて、まあ、映像になったらすごそうだなっていうので、まあ、これを見たいがために配信を買ってしまおうと思っております。 やっぱりこういうふうに、まあ、4公演行ってもなお気づいていない演出っていうのがまだまだありそうなので、まあ、映像作品としてとても興味があります。皆さんは配信はご覧になりますかいやーあれは見たいので本当に自分の掟というかルールというかは今回破ろうと思います。はい そして、まあ、最後に、感想の最後に、もうどうしてもお伝えしたいと思ってたんですが、まあ、フライヤーズが熱いっていうことは、前々から私は感じていたんですが、めちゃくちゃ暖かいファンダムだっていうことを、今回改めて感じたということをお伝えしたいです。今回、演出で、まあ、銀テープなどなどが最後に降ってくるっていうものがあったんですが、 まあえっと、この銀手だったりを s、まあ、スカイハイが、まあ、分け合ってねみたいな感じでトークで伝えていたっていうのはあったんですね。で今回大阪公演では銀テープをこうスタッフさんが落ちたものをこう集めてアリーナ席で列ごとにこうちょっとずつ配ってるみたいな場面があったんですが結構その列の奥の人が取れてないから こう、手前の人が取って回してくれたりとかする場面がありました。あとは、その、銀テープをこう、持っていない側から、持ってますかって声かけて、銀テープをいただくっていうのはわかるんですけど、結構その、銀テープを持ってる方が、あの、持っていないフライヤーズに、持ってますかありますよっていうふうに、声掛けをしていたのを拝見して、 すごく素敵だなっていうふうに思いました。私にも実は声をかけてくれた方がいて、私はこうすでに東京公演で持っていたので、あの、いや、大丈夫ですっていうふうにお伝えしたんですけど、なんかこの、これってすごく素敵だし、私も普段ちょっと声掛けするのは勇気が出なかったりもするんですけど、今度そういう状況に自分がこう銀テープを持ってるっていう状況になったら、 ぜひやりたいなっていうふうに感じたものです。なので本当に暑いだけじゃなくて暖かいフライヤーズに本当にいいなっていうふうに思った、はい、感想を抱きました。いやー、これですね、そうですね、以上がボスダムの 大阪公演の感想にはなるんですがまあ、ぜひボスダム参戦された方感想やまあ、印象に残った場面があったら教えていただけたら嬉しいですいつもニヤニヤしながらコメントを読ませていただいております配信で見る方もねいらっしゃいますかねあとすごくこれは個人的なことなんですけど皆さん体がバキバキにならないようにしていることがあったら教えてくださいはい 個人的にとても必要としております。まあ、こんな感じで余談も多かったんですが、ボスダム大阪2公演の感想をお伝えしました。配信のチケット情報は概要欄に、えー、記載をしていますので、まあ、参加できなかった方にはぜひ配信を見ていただいて、この感動を共有したいと思っております。私もルールを破って配信を見たいと思います。はい。いつもありがとうございます。 以上、追っかけ情報局の小藤でした。